全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、社会保険労務士の宮里です。2020年、あなたはどんな1年にしたいですか？うつ病を治したい、仕事ができるようになりたい、家族に迷惑をかけているという罪悪感を取り払いたい、人それぞれいろんな目標があると思います。ちなみに私の場合、うつ病で働けない人すべてに私のことを知ってもらうというのが目標です。この目標を達成するためには、私が絶対に越えなければならない壁があります。それがコンフォートゾーンです。コンフォートゾーンとは快適な空間を意味する言葉です。心理学などでは、ストレスや不安がなく限りなく落ち着いた精神状態でいられる場所を指します。コンフォートゾーンの中にいれば失敗をせずに済みます。でも人は困難や恥、失敗から逃げているうちは成長することができません。困難な状況を乗り越えるからこそ成長していけるのです。恥をかく場所には、私をより上のステージへと導いてくれる何かがあります。失敗をたくさんすることで、私のスキルはどんどん上がり、より大きなものを手に入れることにつながります。つまり、本気で成長を望むのなら、コンフォートゾーンの外に出なければならないのです。居心地の良い空間にしがみついているうちは何も変わらないのです。そんなのは嫌だ。というわけで、ここ2ヶ月ほどアニメという新しい取り組みを行い、自分のコンフォートゾーンから足を踏み出しているのです。当然ですが、失敗もしていますし、恥もかいています。例えば、クリスマスに配信したハッピークリスマスというアニメ、高評価が2つあるものの、低評価も2つあります。さらに、もし障害年金が受け取れたらというアニメはもっと評価が低いです。高評価が1なのに対し、低評価がなんと7もあります。まだ公開したばかりということもあり、匿名の人からの悪意あるコメントは入ってませんが、そのうちやってくるかもしれません。このように、私もコンフォートゾーンを飛び出して新しいことを始めた途端に失敗していますし、恥をかいています。困難なことだってあります。でもそれでもやり続けます。それが自分自身の成長につながりますし、少しでも多くのうつ病で苦しんでいる人に障害年金を知ってもらうきっかけになると信じているからです。失敗しても立ち上がり、恥から逃げず困難に立ち向かう、そんな社労士になりますので、少しでも共感してくれる人がいたら応援してくれると嬉しいです。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。